はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。私の運営する速稼塾は世界14カ国、そしてアメリカでは7つの州に8人の塾生さんがいらっしゃいます。ということでね、アメリカってのはとてつもなく広いんで、細かい情報が入るかどうかってところありますけども、ただね、今アメリカでちょっとね、ただなることが起きてるってことは連絡が入りました。もちろんこれが公式発表ではないですし、強い裏付けのものの情報ではないと思いますし、あくまでもね、一個人の主観だと思うんですよ。さあ、そんなところでね、本当に戦争が始まるのかってことですけども、まあ、ドンパチとした戦争ってのはさすがにね、そんなすぐには起きないと思います。ただね、やっぱり今はね、情報戦とか領土戦なんですよね。いつの間にかその領土に他国の大多数の人が住んでいたみたいなことで、まあ、実力的に実質的に支配されるということがあります。主権が脅かされるというのがありますよね。まあ、例えばこの我が国日本ですけども、例えば話ですよ、島根県に10万人ぐらいのある特定の国の人が徐々にね、10年がかりで少しずつ移民してきて住んだとしたらどうなりますかね。そこにはある特定のなんとかタウンっていうのができると思うんですよ。そこでは商売が行われたりとか、散髪があったりとかね、人員募集があったりとか、もしかしたら選挙権まであるのかもしれません。まあ、いずれにしても一定の影響力を持つことは確かなんですよ。そうなるとね、やっぱり本当に今の時代の戦争っていうのはミサイルや鉄砲を持ってきてどうこうっていう目に分かるような形じゃなくって、そういうふうにね、もうすでに戦争っていうのはもともとその土地とかその資源を略奪するために行われるものですけども、まあ、ドンパチしなくてもね、いつの間にかそこに人が住んでいた、でも実効支配できるわけなんですよ。まあ、尖閣諸島もね、そのいい例ですけども、まあ、例えばの話を続けます。島根県の人口60万人ほどいるとされてますけども、いつの間にか90万人に人口が増えていたとしたらどうでしょうか。そして増えた30万人が日本人でない特定の国の人一色で染められているとしたらどうでしょうかね。もうすでにそこの30万人で起きている消費活動やそれから生産活動っていうのは、その島根県にとってなくてはならないものになっていると思うんですよ。ということで無下にも追い出せないし、その主権っていうのは徐々に認めざるを得ないということになるのかなと思うんですよ。そういうふうにしてですね、ドンパチっていうのはもしかしたら1年2年で終わるようなものかもしれませんけども、こういうふうにね、長い時間をかけてその国を略奪しようという試みっていうのは結構ね、知られずにうまくいくんですよね。その土地の人とも仲良くなって馴染みになって、まあ顔見知りになってしまえばね、それほど敵意を抱かれずに、まあいいんじゃないの、君いい人だからここにずっと住みなよみたいな関係で実効支配されるってことがあるかもしれませんよね。ということでね、今日メールいただきましたけども、私は今こういうふうに考えてるんですよ。本当にね、南北のアメリカ国境で何かあったのかって、何かあったんですけども、ただはっきりとこうなってるよっていう連絡は今のところ入っておりません。ただ不穏な空気がするというふうなね、そういうふうな感情のレベルで、なんか恐怖を感じさせるようなことが起きてるみたいですね。あとはね、ちょっとね、表現がね、難しいんですよ、YouTube はね、最近ね、人を恐怖に陥れるようなキーワードは削除されるんですよ。だから怖いなと感じさせるようなものとか、そのためのキーワードとかね、生命にかかるようなこととかね、なかなかね、動画化できないような問題が起きておりますんで、ちょっとね、もしかしたらこれからね、ブログが復活するかもしれないですね。ブログに大事なことを文字で書くみたいな、そして YouTube でそちらのブログへ誘導するという形が起きるかもしれないですね。ブログはね、なかなか強制的に消されるってことはあんまりないですからね。ということですかね。またご連絡ください。ありがとうございます。